はい、どうも皆さん、ぶんぶんのずです。はい、どうも皆さん、こんにちは、ぶんぶんです。今回は、はい、この前、はい、国内線の方に行きましたね。はい。ってことで、今回はこの福岡空港国際線に来ました。やってまいりました。はい。国内線の方から、はい、あっちが国際線だよって言ってた、結構遠くに映ってた国際線ですね。はい。はい、こっちから見るとなんかかっこいいね。かっこいいよ。そうなんですよ。そしてさ、うん、あそこ思い出すな。なんかあれ鳥栖駅でしょ。鳥栖駅、うん、鳥栖駅っぽい。本当にまあね、そうよね。でも結構やっぱり広いです。広いね、うん、国内線と違って、うん、ちょっと車の台数とかは少ないんですけど、うん、かっこいいよね。かっこいいね、うん、でも結構車止めれる。まあね、あの福岡空港は国際線と国内線が結構離れた位置にあるんですよ。で、あ、下来た。あのバス見えるかな。あの連結バス、はい、連結バスで国内線と国際線をこう行き来して結んでるっていうね。すごいね。人をね、うん、運んでるらしいですね。あのなんか連結線みたいなのって、はい、福岡だけ？いや、他にもあるんじゃない。東京とかで見たことないけど。あー、ってことで中に入っていきたいと思います。なんか案内がありますね。あの地下鉄福岡空港行き、うん、あ、福岡空港駅行き、うん、っていうのがあるけど、これそれはバスに乗ってね、うん、行かないとダメですよってやつですね。うん、うん、ってことでね、こっちに何かいるんですよ。あ、ほら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 、バスが来ましたよ。お、来ましたね。ね、さっきも来たのに、ね、なんか多いね、うん、結構ね、そう、本数は多くて、ちょっと見てよ、かっこいいから見てください、皆さん。ほら、もう誰も乗ってない。すごいよね。始発かな。すごいですよね。で、ライオンがいます。ライオンズクラブ国際協力、うん、へえ。ライオンの家族ですね。1977年に作られたって書いてある。なるほど。じゃあ中に行きましょうか。はい。山笠が、あ、これ山笠？何だろう。これ何がいるの？うん。すごい。ぽいですね。福岡っぽいですね。なんか吉野家が閉まっとうの見るとちょっと悲しくない？そうね。ねえ。なぜか日本で売れてます。ガチャ。Why Japanese people like that？ いっぱいある。そうね。なんか本当に鳥栖駅の大きい感じですね。向こうには人がいっぱいいます。今イベントがあるんですね、うん、すごい。本当綺麗な空港やね。国際線だけなので、うん、やっぱり乗る人は少ないかな。そうね、まだね。外国行ってみたいね。ね、お出かけ分。あ、いいね。それぐらい有名になれるといいね。そうね。欠航がね、かなりあるんよね。そうね。うん。いや、まあ当然よね、うん。コロナで外国に行けないから、もう閉まってます。ほとんど閉まってる。ほとんど閉まってるんよ。ねえ。2、3年前に来たときは、うん、のどちも来たことあるじゃろ。あるよ。で、そのときはね、ここね、多分結構人がいたはずなんよ。うん、うん、寂しい空港になってます。ねえ、終わるとねえ、いいけど。本当に空港自体はとっても綺麗な空港なので、うん、ぜひちょっとコロナが落ち着けばね、ここから飛行機に乗って海外に行きたいですね。うん。
ね、到着の案内が寂しいですねえ到着の案内ないよねえ、ほんと寂しいね、これ見ると。はい、これは何でしょう。ユーロとドル、うん、そうですね。あのこの空港の結構上の方に銀行があったんですよね、うん、でそこでどっちがドルを見たいと、うんうん、で自動販売機みたいなところがあったから見てたら、銀行の窓口の方がすごく、ね、うんうん、優しくお声をかけてくださり、その少額でも全然大丈夫ですよって感じで、ちょっとドルとユーロを購入してみました。はい、ね、空港ならではのね、いいです。ユーロってEUロって言うの？いや、ユーロですよ。いや、EU。ああ、なるほどね。あ、初めて知った。ユーロは EU。これお金なので大切にしてください。はい。はい。ってことで、この動画がいいと思ったら。チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。今日は空港編でした。バイバーイ。